オーレル・レナード・ハーシュ・ハイザー4世は MLB の元選手。ポジションは当主。アメリカ合衆国ニューヨーク州バッファロー出身。ニックネームはブルドッグ。日本メディアでは浮きのように表記されることもあるが、読みはハーシュ・ハイザーが適切である。ニューヨーク州バッファローの上流階級の家庭に生まれる。ハーシュ・ハイザー家では長男が必ずオーレルの名を受け継ぐことになっており、 彼は4世である。1979年の MLB ドラフトでロサンゼルスドジャースから17巡目に指名を受け入団。1983年9月1日のモントリオールエクスポズ戦でメジャーデビュー。1984年は序盤リリーフとしての起用だったが、7月4日のピッツバーグパイレーツ戦でメジャー初完封を達成すると7月は月間4完封を記録。 ピッチャーオブザマンスを受賞するなど先発に定着。11勝8敗、防御率2.66リーグ最多タイの4カンプの成績で、ルーキーオブザヤーの投票では3位に入った。1985年は後半戦で負けなしの11、連勝、防御率1.34と絶好調で、19勝3敗、リーグ3位の防御率2.03を記録し、 サイヤング賞の投票では3位に入った。1986年は14勝14敗、防御率3.85と成績を落とす。1987年は前半戦で10勝を挙げて、自身初のオールスターゲームに選出される。最終的に16勝16敗、防御率3.06、リーグ最多の264.2イニングの成績だった。 1988年は、開幕投手を務めたサワンエースのフェルナンド・バレンズエラが、故障で故障に終わるのに対し開幕から6連勝を記録し、6.7月にも6連勝。前半戦で13勝を記録し、2年連続でオールスターゲームに選出される。8月30日のエクスポーズ戦で5回に2失点を、喫するが、6回以降の4イニングを無失点に抑えた、あと、 5試合連続で完封勝利。シーズン最後の登板となったサンディエゴパドレス戦でも10回を0.2抑え、ドジャースの大先輩、ドンド・ドライスデールが1968年に打ち立てた58回に3イニング連続無失点のメジャー記録を更新する59イニング連続無失点を記録した。23勝8敗、防御率2.26。 いずれもリーグ最多の267.0イニング15、関東、8関風の成績で、ダニー・ジャクソンと並んで最多勝ちのタイトルを獲得し、チームの地区優勝に大きく貢献した。ポストシーズンに入っても勢いは止まらず、ニューヨーク・メッツとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第7戦で5アンダ関風勝利を挙げて、リーグ優勝をもたらし、シリーズ MVP を獲得。 ゲバ票では不利とされていたオークランドアスレティックスとのワールドシリーズでは第2戦で3アンダカンプ勝利を挙げた上に打ってもシリーズ史上64年ぶりの投手の1試合3アンダーを記録第5戦でも2失点関東勝利を挙げ4勝1敗でアスレティックスを下して7年ぶりのワールドチャンピオンとなりワールドシリーズ MVP を受賞サイヤング賞ゴールドグラブ賞も獲得した 直後に開催された日米野球でも来日したが、第一戦で日本ハムの田村藤尾に、第三戦で南海の佐々木誠に本塁打を打たれた。1989年は初登板の新種なキレッツ戦で初回2死後に失点し、連続無失点記録が途切れた。15勝、防御率2.31、リーグトップの256.2インニングながら、 後半戦で7連敗を喫するなど援護に恵まれず、リーグワーストタイの15敗と元の姿に戻ってしまった。1990年は故障のためわずか4試合の当番に終わる。1991年は5月下旬に復帰し7勝。1992年はリーグワーストタイの15敗を喫する。1993年は5月21日の コロラドロッキーズ戦で4年ぶりの完封勝利を挙げるが、12勝14敗。打率356を記録して、シルバースラッガー賞を受賞した。1994年は1994年から1995年の MLB ストライキの影響で6勝に終わり、オフにフリーエージェントとなった。2008年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズで、 始球式を務めるハーシュハイザー1995年4月8日にクリーブランド・インディアンスと契約。後半戦で11勝を記録するなど16勝を挙げて復活する。チームは2位に30ゲーム差をつけて独走で地区優勝。シアトル・マリナーズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは2勝。防御率1.29を記録して MVP に選出され、両リーグで リーグチャンピオンシップシリーズ MVP を獲得した初めての選手となった。アトランタブレイブスとのワールドシリーズでは第1戦と第5戦に先発していずれもグレッグ・マダックスと投げ合い1勝1敗だったがチームは2勝4敗で敗退。1996年は15勝を挙げて2年連続の地区優勝に貢献するがディビジョンシリーズでボルチモア・オリオールズに敗退。 1997年は14勝を挙げてチームは畜3連覇を果たす。オリオールズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは第3戦に先発し、勝利こそつかなかったが7回無失点と高騰、後頭2年ぶりのリーグ優勝に貢献した。史上初めてワイルドカードから勝ち上がったフロリダ・マーリンズとのワールドシリーズでは第1戦と第5戦に先発したが、 計13失点と振るわず2敗を喫し、3勝4敗で敗退した。オフにフリーエージェントとなり、12月9日にサンフランシスコジャイアンツと契約。1998年は11勝を挙げるが、チームはワイルドカード決定戦でシカゴカブスに敗れ、ポストシーズン進出を逃した。オフにフリーエージェントとなり、1999年2月20日に、 インディアンスと契約。3月25日に解雇されるが、同日ニューヨークメッツと契約。13勝を挙げて、チームのワイルドカード獲得に貢献する。ポストシーズンではリリーフでの登板のみだった。11月17日にフルスドジャースと契約。2000年は年齢もあって、衰えを隠せず、1勝5敗、防御率13.14に終わり。 6月27日に解雇され現役引退。引退後は2002年途中から2005年までテキサスレンジャーズの投資コーチを務めた。その後は2013年まで ESPN ベースボールトゥナイトで解説者を務め、2014年からはスポーツネット LA でドジャースの専属解説者を務めている。弟のゴードン・ハーシュ・ファイザーも投手で メジャーに昇格することはできなかったが、1987年から4シーズン、兄と同じドジャースのマイナーに所属していた。ありがとうございます。